まずこのアイスクリーム、こんな感じでのせ。こんにちは、工場長です。今日はこちらです。ハローロリペッツということで、こちらまだ知らない人の方が多いかもしれません。新商品のおもちゃです。私これの CM みたいなやつを YouTube で見たんですけど、めちゃくちゃ可愛いんですよ。ということで今日はこちら開封して遊んでいきたいと思います。まずパッケージがこちら。ハローロリペッツ、キャンディーを使ってペットと遊ぼう。全20種のうちどれか2種が入っているよ、ということで、こちらのセットはベストフレンドセットといって、1つの箱に2つのペットちゃんが入っているというやつです。で、1つはここにもう見えていますね。で、もう1個がわからない、何が入っているんでしょうか。楽しみです。そしてね、この箱見て、ここピョンピョンってプリントしたさ、お耳がついています。これまた可愛いですよね。そしてこの他にも今回あと4つ。まずは青い箱、ハローロリペッツ、こっちは全18種のうちどれか1種が入っているよ、ということで、こちらもまたまた可愛いお耳がついています。まあ、全部にこの耳はついているんですけど、中に入っているものが開けてからのお楽しみというね、サプライズトイです。そしてあとはピンク色と紫色、何が入ってるのかね。早速開けていきたいと思います。ではまずこちらピンク色から開けていきます。それではこちら開けますよ。せーの、ババーン。あれ、まだわかんない。今度こそ、せーの、ババーン。おー、かわいいピンク色、見て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 。あ、しかもさ、触り心地がふわふわしてる。めっちゃかわいい。耳柔らか。ぴょんぴょんぴょんって。あとまだ入ってるこちら。キャンディー、キャンディー。こちらペットちゃんと遊ぶ時のアイテムです。見て見て見て、柄が可愛くない。ここさりげなく星が入ってます。で、これもしかもね、ふわふわした触り心地。そしてこの子は20種類のうちなんていう子なのか、ちょっと調べていきましょう。ここに書いてあるんだ、この子コットンちゃんっていうそうです。確かにコットンみたいにふわふわ。続いてこちら青色の箱を開けていきます。バーン。お、次はまたさっきと違う、耳が垂れてる。あ、しかもさ、しかもさ、触り心地もさっきふわふわだったのに、今回はツルツルの子。そしてこっちがキャンディ、青とピンクの渦巻き模様です。多分このペットちゃんとちゃんとコーディネートされたキャンディなんじゃないでしょうか。そしてこの子の名前、シュガーちゃんって言うんだって。なんか甘いもの好きなのかな。それでは続いて紫色の箱開けていきます。ババーン。おー、次はミントグリーン。全然箱の色とは関係がないんですね。箱が紫だから紫系の子入ってんのかなとか勝手に思っちゃってた。見て見て、お花がね、キュローンって長くなってる。これゾウさんかな。そしてキャンディーはこちら、ペットちゃんの色と同じミントグリーン。かわいいね、かわいいね。で、ゾウさんのキャンディー。そしてこの子のお名前見ていきましょう。エコーちゃんだって。次でシングルパック最後になります。緑色を開けていきます。ではでは、オープン。パパバン。おー、うさぎちゃんだけど、さっきの色とはまたまた違う子ですね。なんか目元に特徴のある可愛いうさぎちゃんです。そしてキャンディーがこちら。これもまた全然違う形きましたね。このタラーンって垂れてるのがすごい美味しそう。そしてこの子の名前の方見ていきます。プリシラちゃんだって。超可愛い名前じゃない、プリシラちゃん。それでは最後、こちら2つ入りのベストフレンドパック開封していきます。中身はこちら、じゃん。おー、あれ、っていうかさ、これプリシラちゃんじゃない、さっき出てたやつだ。あともう一人、この子はなんていう子だろう。ネズミさんみたいな大きい耳、まん丸のペロペロキャンディーみたいなやつ。名前の方が可愛い名前、メイプルちゃんだって。確かになんかメイプルっぽい感じですよね。ということで全部開けていきました。中にはこの子たちが入っていました。それではこちらの出てきたロリペッツちゃんたちと遊んでいきたいと思います。ではまずコットンちゃんで試しにやっていきたいと思います。この後ろ側にスイッチがあって、これをオンにします。ポチッと。ん？あ、ん？あれ？オンになった？これでいいのかな？あ、動いた、びっくりした。めっちゃ動くじゃん。こそこそ動いてるよ。すごいよ、想像以上の動き。この軽快さ、なんかハムスターみたいな小動物飼ってるみたいです。めっちゃ可愛くない、これ。トト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 トって。あー、可
かわいい。こんな風にね、ただ走らせるだけでも可愛いんですけど、次はこちらのキャンディーを使って遊んでみたいと思います。キャンディーを使うとロリペッツちゃんを結構コントロールできるみたいです。ではまずは前からやってちょっとついてくるようにしよう。あ、来た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 、あ、ついてくるついてくる、めっちゃ可愛い。お、こっち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 よ。めっちゃ可愛い。そしてそしてなんかね、こうやって上下にすると跳ねるみたいですよ。よ止まれよ、跳ねて跳ねて、ひょ、あ、今跳ねた、あ、跳ねる。ちょっとこれちょっとコツがいるかも。ふって、あばあば。ひゅ。わかるかな？跳ねるの。はい、跳ねたよ。そして後ろからこうやっていくとダッシュするんだって。ブヨーっと、おー、速くなった。細かくなって、すごい細かい。で。急げー。で、横の方からやると避けるんだって。あ、避けたね。避けた。待てよ、避けた。避けないでよ。よって。そして、なんとこのロリペッツちゃんたちの仲が良いと、チューしちゃうんだって。ちょっとさ、みんなやってみよう。どの子がいいかな。やっぱ、うさぎさん同士とかどう？どうかな？ちょっと待って。嫌がった。嫌な時はね、こう、お尻にくっつくんだって。嫌みたい。どうしてもお尻みたい。どれがいいじゃん。では、シュガーちゃんやっていきます。どうかな？くっついた！仲いいんだ！この子たち仲いいんだ。メープルちゃん、ちょっとやってみよう。メープルちゃん、誰がいいかな？この子あたりでやってみる。嬉しいね、くっつくと。で、そのベストフレンドセットって最初2つ入りのやつあったじゃないですか。あの2つの2組の子はこうやって仲がいい同士なんだって。プリシラちゃんとメープルちゃんじゃなかったっけ。だからこの子たちは仲いいはず。あ、そうだ、この子たちですね。そう。このセットの子同士はちゃんと仲良しでくっついているセットだそうです。ということで、ロリペッツちゃんたちと遊んでいってみました。めちゃくちゃ可愛いですね。でね、今回、このロリペッツちゃん、スイーツが大好きなんですよ。で、このスイーツ大好きロリペッツちゃんのためにこちら、準備しました。じゃーん。でね、見せてもちょっと分かりにくいと思うんですけど、ロリペッツちゃんのためにお菓子の家を作ってあげたいと思いまして、100均とか家にあるものでね、材料を揃えてみたので、これを使ってお菓子の家作りやっていきたいと思います。では準備したものを簡単にご紹介したいと思います。まず今回土台に使おうと思っているこちら、これは100均で買った小物入れ的な木のやつです。あとは家にあったこういうスイーツのパーツ、これを乗せたり、シリコンコークで生クリーム、あとはジョイントコーク、ピンク色に染めたやつと、こういう小さいフルーツパーツと、あとこちら、ちょっとね、頑張って作ってみたんですけど、アイスクリームに見立てた王冠をちょっと作ってみました。ちょっとグタってなってた方がスイーツ感あるかなって思いながら、ちょっとグテッとさせてみた王冠です。ではでは、デコレーションしていきましょう。まずはジョイントコークで屋根部分に当たるところを塗っていきます。美味しそうに波打つ感じでやっていきたいなと思います。にょ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 。それでは続いて、ここにシリコンシーラントを絞り袋で絞っていきます。なんか美味しそうに見えるように絞っていきたい。よいしょと。よいしょ。まあまあ可愛い、美味しそうじゃない。そして次にこの大きいやつからまず乗せてっちゃおうかな。ボーンとぐるりと円を描きます。王冠を乗せます。真ん中ですね。真ん中に来るようにドーン。うん、なんかこれだけでさ、ちょっと宮殿感ない。まずこのアイスクリーム、こんな感じで乗せて、こんな感じかな。うん。で、ここの隙間にこういうちっちゃいフルーツを詰めていきたいと思います。ブルーベリーも美味しそう。
ブルーベリー入れて、マンゴー、こういうの入れて、今アイスクリームちょっと寂しいからチョコレートソース、100均のやつ、こんな感じ、こんな感じ。リボンを先に剥いちゃって、でそこからイチゴがちょっと飛び出てて、こんな感じで立てかけて、でまたちっちゃいパーツをいくつか乗せましょう。こんな感じになりました。なんかすごいてんこ盛り感、パラパラ。仕上げにこの王冠の上にもクリーム絞っていきたいと思います。ぐるりぐるりと、よいしょ。そしてそしてチョコソースもちょこっとかけて、そして一番上にさくらんぼ乗せます。どーん、これでロリペッチちゃん専用のミニミニハウス完成です。それでは完成したお家にロリペッチちゃんをちょっと誘導して入れていけないか挑戦していきたいと思います。ここがね少し段差あるんですけど、なんかうまい具合にこうやって跳ねさせたりして中に入っていただけないかと頑張ってみます。いきますよ、いけー、たた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 、あ、ちょっと待って、あ、あ、すごい入ってってる自然と、あー違う違う、私が余計なことしちゃった、こっち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 、はい、ヒュッヒュッ、よし、ヒュッ、跳ねて、あ、跳ねた跳ねた、あ、もうちょっと跳ねて、あー違う、もうちょっと跳ねて、よいしょ、あー、ちょっとこっち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 、あーこっちこっち、あーそっち、あーちょっと待って、こっちの方が、こっち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 、傾いて、よし、ジャンプ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 、よし。まあまあまあいいんじゃないね、ぴったりサイズぴったりサイズ、かわいいかわいい。ここはちょっとね段差があるから、ここにスロープ作ってあげればいいね今度。そしたら自動で入っていけるお家になりますね。ということで今日はハローロリペッツで遊んでいきました。このちょこまかちょこまかと動く姿がとても可愛いですね。あとこのデザイン、キャンディーのデザインももちろん可愛いし、このロリペッツちゃん、今回は5種類かな出たんですけど、みんなそれぞれ特徴があってとても可愛かったです。ということで、ハローロリペッツ気になる方は概要欄に詳細があるので、そちらチェックしてみてください。本日も最後までご視聴ありがとうございました。よかったらグッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。今日はこれで終わります。バイバーイ。